が本当に出てくると思わなかっただろ。こっちが恥ずかしいわ。まあそれはともかくね、たいやきくんはね、横振りでよ。まだ寝てやってるのに笑うじゃないよ。おめでたいやきくんでございます。うるせえよ。本当に青春だってよ。お前らのせいだからな。たいやきくんはね、おめでたいことが大好きでね。まずはおめでたい話から。この間ね、もうすぐ40歳にもなるたいやきくんが5年も付き合った彼女に振られたんだ。これってどういうことか分かる？新しい恋の始まりさ。おめでたい焼き焼き。王様だから何やってもいいんだから。どうした今の空気。たい焼きだけにちょっとネタが甘かったかな。浅草ではウケるよ。あと先に断っておきますけど、このネタはハンバーグ師匠を意識しております。YouTube で調べました。よく取り入れていきたいと思います。こんなとは、こんなたい、こんなたい焼きくんはね、やりなってないから。こんなたい焼きくんはね、今日はみんなにおめでたい早口言葉をプレゼントするよ。よく聞いてて、まずはこれから。生麦、生米、生卵が全部紅白。おめでたい焼き焼き。めでたくない？紅白、紅白饅頭は聞いたことあるけど、紅白、生麦、生米、生卵だよ。すごくない？本当に紅白たい焼きがないから焼けちゃう。たい焼きくんのこと見えてる。見えてる見えてる。いや、横もどよめくってどういうこと？こっちだけだよ、これ。ちょっとあれかな、今鉄板ネタのつもりだったんだけど、鉄板に火をつけ忘れたみたいな。ちょっと鉄板に火つけちゃおう、かちゃん。これで大丈夫。続きまして、ウリウリがウリウリに来てプロポーズ。おめでたい焼き焼き。ウリウリがウリウリに来てプロポーズだよ。一目惚れだったみたいね。ウリガスカー、ウリガスカー。ビビビビだよ。すいません、よろしいでしょうか。あの、君というウリを一生飼い続けたい。嬉しい。よろしくお願いします。キャユサバベキャユピスニリン、おめでとう。意味わかんねえよ。お前らのせいだから。なんだこれは。出てこい全員、こんにゃくな。オープニング横にいなかったのになんで全員いるんだ。おい、すげえ緊張よ。もっと金払えよ、まだ金払ってみろよ。どこで体見やがって、みんな一生懸命働いてんのね。すげえ歌うたいが歌う。あ、ちょっとまあ、歌うたいが歌うたいというか、歌うたいほど歌がうまくないで、歌うたうのをやめようとしたら CD デビュー決まる。おめでたい焼き焼き。これはね、エンダーやブルーやだ。やっぱり私歌がうまくないからもうやめちゃうかしら。お前諦めんなよ、お前さ。なんでお前やめるんだ。さあ、あなたは歌うたい。でも私歌うたいほど歌がうまくないからやめようと思うの。俺そんなうまくないよ、声低いし。ちょっとすいません、先ほど声が聞こえてきたんですが、歌声はあなたですか？申し遅れました、私小室哲也と申します。歌を聞かせていただきたい。よかったじゃねえか、お前さ。小室ファミリー
よ復活だー We are the one We are the children これがうちのカーラトムイであったバザーイ帰るわふざけんなこの野郎王様なんだから10点つけとけよアンケートに皆様にもねおめでたいことがありますように